こんにちは、ルンです。今日は自分のやりたいことをやろうとした時に、親とか家族に反対された時、どういうふうにモヤモヤ解消を私がしてきたかっていうのをお話ししたいと思います。私が、やりたいことをやろうとして家族に反対されたの。で、一番大きなのが、会社を辞める時ですね。会社を辞める、私は、東京にね、会社の転勤で1年間行ってたんですけど、多分東京に転勤だと、2、3年は普通は帰ってこれないんですけど、もう1年でギブアップしてしまって、で私はその時シングルマザーなのに子供たちと離れて暮らしてたんですね。で毎週こう夜行バスで帰って子供たちに会いに行ってっていう生活をしてたんですけど、やっぱり一緒に住まないっていうのはすごいしんどくて、で、仕事も今までずっとやってきた、結構なんかこう観光関係の仕事とかずっとさせてもらってたんですけど、その東京では経理だったんで、初めてのなんか経理の仕事が全然面白いと感じられなくて、私にとってやっぱ仕事って楽しいもんじゃないとかなりしんどかったんですね。で、心が病んでしまい、もうこのままじゃ死んでしまうというか、すごい別に死にたいわけじゃないと思うんですけど、すごい死ななんかみたいな、なんかどっからか声が聞こえるみたいな、でちょっともうこの正気を失った怖いなと思って、でちょっとでも正気があるうちにもう会社辞めようと思って、18年間正社員でずっと新卒採用で働いてきた JR を、もう辞めるっていうことにしたんですけど、その時めっちゃ反対されましたね。親にも反対されたし、一番辛かったのは、子供たちに反対されたことかな。LINE が来るんですよ、娘と息子から。私たちが学校を卒業するまでは安定した仕事を辞めないでくださいみたいな、いつもそんななんか丁寧語とかで LINE とか来おへんのに、その時だけなんかすごい丁寧な言葉で、余計すごいなんか悲しかったですね。でもそうやって自分がやりたいこと、例えば私だったら会社を辞めたいっていうことを反対された時に、心の声を聞く、どうしたいか、別にもうこの先付き合っていかない、どうでもいい人やったら別に分かってもらおうなんてしなくてもいいと思うんですけど、やっぱり家族って大事やし、大好きな人たちやから、分かってもらいたいっていう心の声があったので、じゃあどうしようっていうことで、私は子供たちが東京に来た時に、私がこういうカフェをやりたいんやっていうところがあったんですね。そこはバーなんですけど、ピアノが置いてあって、お客さん同士でこう楽器できる人がすぐセッション始まるみたいな、そんな感じの素敵なバーがあって、そういう場所を私も作りたかったから、子供たちが東京来た時にそこのバーに連れて行って、でちょうどそこのバーにいつも私もずっと通ってたんですけど、そこ の常連さんがちょうど来てて、でその人たちは私がずっと慣れ親しんだ会社員ではなく一人で仕事してる人がほとんどだったんですね。で娘がすごい好きな、娘はめっちゃファッションが好きなんですけど、ファッションのスタイリストさんをしてる人とか、あとは息子がめっちゃゲーム好きなんですけど、ゲームの、海外のゲームの翻訳をしてる人とかが行ってたりとかして、で、娘も息子もこう自分がこう憧れの職業をこう憧れの職業の人がこう目の前にいたりとかして、いろいろ話を聞くうちに、いろんな仕事があるんやなみたいな思ったみたい で、そこからはもう反対しなくなりましたね。
だから、まあ、心の声が、まあ、分かってもらいたいっていうんだったら分かってもらうための行動をするっていうのが大事かなと思います。で、まあ、なんで反対するかっていうと、それは別に私を攻撃したいとか傷つけたいとかそういうんじゃなくて、まあ、子どもたちの心の声は、まあ、自分たちが幸せでいたい、まあ、ママも幸せでいてほしい。で、あの子どもたちもやっぱりちっちゃい時からの固定概念で、例えば周りの大人に言われたりとか、まあ、テレビで言われてたりとか、やっぱりなんかこう学校ってね、あの独立して起業しなさいっていう教育ってなかなか今まだ日本ではないですよね。だからあの子どもたちの幸せっていう、こう幸せって何みたいなところで、やっぱりこう会社員でこう安定したお給料をもらうのがいいよねみたいな、そういうあのそういう形の幸せしか、まあ、知らなかったっていうだけなんですよ。だから幸せでいるにはそれが一番いいっていうただの固定概念なんですね。それが、まあ、もし、ね、私がもともと自営業で、まあ、ハッピーハッピーみたいにしてたら、そういうなんか会社辞める、会社辞めて一人でお仕事するっていうのは幸せじゃないことっていう、そういう固定概念にはならなかったと思うんですけど、やっぱり、まあ、私も、まあ、私が、まあ、離婚する前の旦那さんも同じ JR やったし、まあ、そういうのがいいって、自分にとっての幸せはそれやっていうのが多分あったんだと思うんですね。だから別に子供たちが悪いわけじゃなくて、まあ、だから何が言いたいかというと、まあ、これを聞いてくれてる人も、あのやりたいことをやろうとした時にね、大体反対されると思います。まあ、それは反対されるもんやと思っといたらいいと思います。初めから応援してくれたらめっちゃラッキーですよね。でも、まあ、別に分かってほしいと思うんやったら分かってもらう行動をして、まあ、どうしてもね、やっぱり他人ってコントロールできないから、まあ、私が伝えたいって、私が分かってほしかったらいいなっていう、ただそれだけで、あの他人はコントロールできないので、まあ、そこはもう仕方ない仕方ないっていうか、もう自分がどうしたいか、今どういう行動したいかって、ただそれだけだと思います。あのうちの親もめっちゃ反対しました、初めはね。うちの親も心配して、もう突然三重県から東京いきなりこう来たりとかして、私はそれをどうしても阻止したくて、すごい JR とか JR 東海とか電話して、新幹線にきっと親が乗ってるんですけど、ちょっと止めたいんで連絡取れませんかみたいな。親が全然携帯取らなかったん でそうやってなんかもうわざわざ来てもらうのが嫌で阻止しようとしてたんですけど、でも、まあ、お父さんと話をすると、お母さんは心配で行きたいんやから、それはもう親孝行やと思って、もう行かせてあげなさいみたいな感じで言われて、だから分かんないですよね。そのお母さんにとって私に会いに来るのが幸せだったんですね。その時は私は心配かけたくないし、そんなわざわざ交通費かけて会いに来てほしくないって思ったから、すごいその時は嫌だったんですけど、だからあの親もその時はめっちゃ反対してたけど、でも私がこのままやとほんまに死んでしまうって言ったから、まあ諦めてくれて。で、まあ、カフェをやる時も、私はなんか人にお願いするのとかがすごい苦手やったんですね。だから一人でなんとかしようと思ってたんですけど、でもなんか頼れへんかったら、なんて頼ってくれへんのよってお母さんが怒り出したりとかして、でなんかまあ人に頼ることがお母さんにとっての幸せやってその時知ったりとかして、
だからまあ、自分の心の声を聞くのもすごい大事やけど、まあ、周りの人の心の声も、まあ、口でなんて言ってたとしても、一番望んでるのは自分にとっての幸せやったり、まあ、娘にとっての幸せやったり、お母さんにとっての幸せやったりとかするから、だからまあね、喧嘩もするかもしれへんけど、と心の声をお互い聞くようにしたらいいのかなと思います。本当にね、固定概念ってね、みんなすごいっすよ。ガチガチ、私ももちろんそうですけど、やっぱりちっちゃい時からこれが幸せの形っていうのしか知らないと、それとは別の幸せを求めようとすると、もしかして不幸になるんじゃないかっていう、すごいこう幸せ心配性のおかみらもやもやがね、働くんですよね。だからまあでもね、そう、反対されたとしても、結局今みんな、じゃ子供たちもそうやし、ね、お父さんもお母さんも別に応援してくれてるし、誰々さんに反対されたから私は好きなことしいひんって、そうやってやったら、結局例えば10年後、まあ、あんたのせいで私は好きなことしいひんかったんやでって言われたところで、その人は知らんがなっていう、それを反対されたからやらへんっていう、選んだのは自分やろっていうことになるので、やっぱり自分の幸せは自分で責任を持って選択して行動するっていうのは大事かなって思います。私も今、まあ、子供たちに本当に自分の好きにしたらいいってめっちゃ言ってます。親が好きにしてたら子供ってどう生きるんかなって思うかもしれないですけど、私はもう基本子供たちに好きなようにしって、自分で選びっていつも言ってるので、私のことも好きにしって楽しんできてって、楽しんでっていつも言ってくれます。今何か新しいことをやろうとして、親に反対されたり家族に反対されたりっていう人も、まあ大丈夫っすよ大丈夫です。心の声を聞いて、相手の心の声も聞いて、まあそこに、お互いが求めているのがそれぞれの幸せだっていうことが分かっていれば、まあ時間はどのくらいかかるか分かんないですけど、早かれ遅かれ、まあ、うまくいくんじゃないかなと思います。はい、長くなりましたが、これで終わります。